この音は、日本語のシャ・シュ・ショの音と似ていますが、いくつか違うところがあります。日本語では、ほとんど唇を丸めないのに対して、フランス語では、強く唇を丸めて発音します。画面の口の形に注意してください。日本語では、 フランス語では次に日本語では舌の先が舌の歯の方向を向いているのに対してフランス語では舌の先を上向きに強く反らせて発音しますでは画面の口の形をよく見て発音してみましょう

push push